はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでひろみさんですね。はい、いつもありがとうございます。おかわりありがとうございます。はい、リーフのね、マルチスポーツソロパックを2つ先に後ろ切っちゃいますね。ちょっと待って、よいしょ。はい、じゃあ1個目開けます。ひろみさんは基本的にはメジャーね、なんかそんな感じはしますけど、でバスケも少しみたいな。はい、じゃあいきます。せーの、あ、ケングルフィー。はい、 PSA は8ですね。はい、でも最近ではもうほんと8か、よくて9とか、あんまり10がつかないですね。増えてないですもんね。はい、よいしょ。この辺もすごい上がりましたよね。よ、まあケン・グルフィーさんですからね。でもこれで8なんだ。ちょっとどうでしょうね。スリーブに入ってんだね。これで8なんだ。パックアウト直後みたいな。パックアウトしたばっかりのカードっぽそうに見えますけどね、一見ね。センタリングも。エッジかな。ここちょっとね、右上、まあ、あのカード、白カードってチップしててもわかんないですよね。あの、カードのね、中の繊維も白いから。ここちょっとチップしてそうですね、ほら。裏のコーナー、右上のコーナーかな。ね。ちょっとチップして、まあ、軽くディングしてるようなイメージですかね。あとは裁断はね、90年代のカードは、あの、生産数はすごかったですから。はい。すごかったですよ。で、1年間通して同じブランドを何箱も、何回も購入する。っていう流れでしたから昔は。うん、上の裁断面かな、うん、そんな感じでしょうかね、うん、だから何枚も何枚もカードをこうガッチャンコンガッチャンコンって裁断してるとやっぱ歯もダメになってくるんですよね。だからそれで状態の歯を取り替えた後の裁断のカードはかなりシャープなんですけど、こう上の裁断面のカードね、だいぶ歯がほころんできてるのかなっていう感じですからね、うん、はい。でもまあ一見パッと見はもう全然綺麗なカードです。はい、あのお持ちでなかったら全然いいんじゃないですかね、うん。いや8ってよくみんなあーって言いますけど、いや8ですよ、いいじゃないですか。ミントっす、ニアミントっすよ。はい、でいきます。せーの、お、ジャイオン。はい、野球とバスケのジャイオンです。ジャイオンはこれ PB3 回目かな、うん。まあちょっと多分梱包、リーフの社長これ梱包した時はあのだいぶ前だった復帰するのかちょっとまだ微妙みたいな、あ、ちょっとネガティブなことばっかり書かれちゃった時な感じでしょうね、うん、入れちゃえっはい、ところはどっこいね、活躍してますからね、うん、まあ球団も無理させないような感じで使ってますもんね今ね。でチームがこうねちゃんと勝ってきてるんで、去年もちょっとプレーオフこのまま行けばいけるんじゃないかっていうあたりでね、でしたから、今年はプレーオフ行ってくれれば、うん、やっぱり一人こうねでかくて強いのがいるとやっぱ違いますね、うん。どこにでも顔出しますからね、ほんとすごいです。はい、となりました。ということで、ケン・グリフィーのルーキーカード、
それとジャイオンプリズムのルーキーカードでした。はい、じゃあこちらでね今日発送いたします。またぜひチャレンジしてください。ありがとうございます。